皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。今日の特別レビューは、このエスタックのカイウィのデオドンのプレートキャリア用の、プラカードのマガジンパウチ。3つの556に入れるのマガジンのやつですよね。みんなよく知ってるのは、TNC のレプリカのスピードです、マーク4。これは本物だけど。レプリカが多い。これがちょっと人気、このエラスティックのパウチで、ちょっと使いやすいとか交換するのできるのやつとか、それとヘイリー・ストラテジック D3CRM のやつも、マイクロチェストリグ、プラカードもできるんですけど、だいたいチェストリグのためのやつですよね。それは本物でもちょっと高い、まあ、高すぎと思うんですけど、それよりこのエスタックのパウチはもともと安いとちょっと使いやすい、必要だけぐらいにやるので、その前の追加のパウチとかはないのに、もっと軽いと使いやすいと思います。これはアメリカの方でだいたい7000円ですけど、その前に似てるのは同じのクリップに使って、セッティングしてそのままで準備 OK です。このプラカードの方は、そのフラップ、昔のフラップ用のスタイルより、これは拳銃の交換やりやすいですので、これは M4 のやつの方でちょっとスイッチすれば、もしかして、それから MP9 の SMG も使ったら、これを取って、5個マガジンのプラカードもあるので、それも買ったら交換はやりやすい。762 SCAR-H とか417用のマガジンパウチもできます。別のプラカードで。でもこれの方で556用のは、サバゲーのガスと興味類のマガジンを使ったらそのままで入れて問題ないです。ちょっとだけ力が必要。このキウイのインサートがちょっと強いから、ちょっといっぱいよく入ってると実感のでもともと取りやすいけど、留守ではないのです。本物のマガジンも、もしアメリカに行ったら本物の主義にすれば、マグポの M2 マガジンと、マグポの M3 マガジンでも入りやすい。これは、スピリティスみたいのちょっとアップですけど、そのヘイリーはもっとダウンからこのアップので、この PTT にちょっとぶつけてるとちょっとだけ音が出るので、まあこれはもうちょっとアップすればあまり問題ないと思うんですよね。ちょっと使いやすいとマガジンがすぐに取れるので、上等のこと。それと別の2つのやつらの同じと、リエンデックス。リロードディングすると、スピードリロードじゃなくて、ゆっくりのタクティカルリロードすれば、1つの手だけでできる。そのフラップのスタイルと、そのバンジーとかいろいろは、ちょっと、2つの手が時々よく必要ですけど、そのままでマガジン取って、ああそれはダメ、もともと練習しないと。最初に新しいマガジン取って入れて、リインデックスと準備 OK。 また31玉、見たいのはですね、もしバンジーのタイプをやったら、もともとマガジン取って、両手の使うのやつやなれば。でもそれはちょっと時間あるのタクティカルですよね。時間ないと、スピードリロードはそのままでマガジン出して、新しいの入れて、パチンと続けるみたいな感じです。じゃあ、エスタックもあるから、みんながよく、その、最初のマイクロファイトマーク4、それとヘイリーストラテジック D3CRM がみんなよくしていると、 TMC のレプリカも多いですけど、このエスタックはまだレプリカが見たことないと、前の、LBT6094 みたいなやつは、それはフィックスのフラップで、そのままでパウチに入れた後、超便利と使いやすいでした。だからさ、これは新しいスタイルのマジックテープみたいな感じでマガジンパウチ。それも、上等のやつですよね。じゃあ、だいたい皆さんはもしかして質問あれば、いろいろコメントに聞いてもいいですよね。これは、
日本には見たことないんですけど、これはアメリカ、やっぱりアメリカから買ったとちょっとやりやすいのやつですから、もし質問あればちょっとよっとなんです。このウェッピング用のこれはミディアムのタイプ、トールのタイプとショートのタイプ。ショートタイプはよくベルト用のやつと、トールは時々いろいろのプレートケア用。ミディアムの方がパッチリと思うんですけどね。トールの方はもともと取りづらいと、ショットはちょっとパカパカパカにするから、ベルトはあまり問題ないけど、プレートキャリアにちょっと大変と思うですよね。と、SMG 用の、それと4つの番もあるですよね。それはちょっとオーバーみたいな感じですけど、まあまあ、悪くない。でも大体その、インデックスはやりやすい。でもスピードリロードは最初にベルトの方がファストパウチからが一番いいと思います。じゃあレビューは大体そのままで、もしかして質問あればコメントにお願いします。もう大体そのマイクロチェストリグがあまり使ってないから、それより彼がもっと安いと上等と思います。じゃあ皆さん、このレビューはそのままでお疲れ様です。と、もうすぐ2年以上さばきやってないけど、今度にすぐにやりたいですよね。最近はちょっと病気でしたから、また筋トレとやり直すと、それからまた元気からもう一回さばきしたいな。でもそれは来週かもしれない。じゃあ、でもとりあえず皆さんお疲れ様です。